はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西の昼食ですね。お寿司です。はい、ほら、こういう感じのお寿司ですね。こういうお寿司ですね。あ、サーモン入ってるわ。サーモン入ってるの嫌だわ。サーモンが嫌いなわけじゃないんですけど、お寿司であんま食べたくないですよね。お寿司でサーモンね、こうやった方がね、中見えやすいでしょ。あのお食事券がね、あの福引きで当たりまして、お食事券、このお寿司の券がね、でもらってきました。お店でも食べられるんですが、持ち帰られます、食べてかれますって聞かれて、持ち帰りますと答えました。これ赤だしですね。箸が割と短い。何から食べよう。まあきゅうりか。あ、どういうことだこれ。これすごい。ちょっと手でね、ごめんなさい。きゅうりでしょ。こう裏返したらこれマグロなんですよ。どういうことだこれ。こんなの初めてだ。これ全部そうなの。あ、わかった。他にお客さんもいませんでしたし、僕だけのためにね、作ったんでしょうね。まあまあそうなんでしょうけど、その、なんですか、巻き寿司作るときに、一本だと、きゅうりとマグロ一本ずつね、作っちゃうと、ね、残っちゃうから、こう、半分マグロ、半分きゅうりっていう風にしてたんでしょうね。そういうことだと思うんですけどね。うまいこと切れりゃよかったんでしょうけど、マグロとの途中で切れちゃったっていうね。イカいきましょうか。イカ、じゃあサーモンから。嫌な、美味しいですよ。うん、サーモンね。回転寿司以外のお寿司屋さん、あんまりサーモン取り扱ってほしくないですよね。お稲荷さん、うん、美味しい。次エビ、うん、ちゃんとわさび入ってんのね、嬉しいですよね。卵、うん、これ何貝だろう。貝です。うん、ガリ。鉄火巻き行きましょうかね。僕鉄火巻きね、醤油つけなくても美味しい、好きなんです。うん、美味しい。マグロもね、僕特に赤身は醤油なしでも美味しいですね。まあつけますけど。つけますけどね。鉄火巻き、うん、最後穴子、うん、うん、うまい。ごちそうさまです。美味しかった。ただ寿司です。福引きで当たったね、券で交換してきました。美味しかった。お寿司いいですね。お寿司もいいですね。うん。ただサーモンは入れてほしくないですね。わさびはしっかり入れてほしいですし、サーモンはやめてほしいですね。うん。守ってほしいですね。すいません。まあちゅうことで、まあじゃ、まあじゃ、まあじゃ。美味しかった。ごちそうさまです。